次郎。カナオ、ごめん。え？その、昨日のことなんだけど。うん、昨日は禰豆子ちゃんとのパジャマパーティーで炭治郎の家にお邪魔させてもらったね。俺、二人が風呂に入ろうとしているのに気づかずに脱衣所で服を脱いでいたところ見られちゃったね。ほんとごめん。すぐに目をそらしたから見てないよ。一瞬だけ見てしまったけど。いいよ炭治郎、わざとじゃないって分かってるし。そうなんだ。それにその時もすぐに謝ってくれたじゃない。その後お風呂から出た時も。だからもういいよ。ちょっぴり恥ずかしかったけど、でもダイエットしなきゃって思っちゃった。なんてかな、また炭治郎に体を見られた時に恥ずかしくないように。あれ、私また炭治郎に体を見せることがあるかもって思ってる？何を考えてるの私ったら。カナオ、ありがとう、許してくれて。ううん、私も炭治郎にお礼の LINE 入れなきゃって思ってたところなんだよ。そうだったんだ。炭治郎、昨日はお家に泊まらせてくれてありがとう。禰豆子ちゃんとすごく盛り上がったよ。それはよかった。うん、夕ご飯もご家族皆さんとご一緒させてもらったね。ああ、カナオ準備を手伝ってくれたな。手巻き寿司美味しかったよ。やだ炭治郎ったら、手巻き寿司は誰が巻いても美味しいよ。具材を巻くだけなんだから。そう言われればそうだな。でもカナオの顔を見ながら食べたら本当にすごく美味しかったんだ。なんでだろう。夜は一晩中禰豆子ちゃんとお話ししてたよ。楽しかったな。聞いてもいい？どんな話をしてたの？うん、おしゃれについてとかね。お互いにメイクし合ったり、ヘアスタイルの研究をしたり。そうなんだ。髪型をいろいろ変えたりしてね。禰豆子ちゃんはいつも髪を下ろしているけど、アップにしたりお団子のアレンジもすっごく可愛いの。そっか。逆に私はいつも髪を上げているから、下ろしてみるとしたらどんなアレンジがいいか試してみたり。髪を下ろしたカナオきっと可愛いだろうな。え、もう炭治郎見てもないのにわかるわけないよ。そんなことない、絶対カナオに似合うと思うんだ。いつかぜひ見てみたいな、髪を下ろしたカナオ。ありがとう。ねえ炭治郎は髪型変えたりしないの？俺はいつもこのままだな。ねえ、ヘアアレンジしたいときはいつでも言ってね。私の蝶の髪飾りを貸してあげる。いろんなのたくさん持っているから。それはありがとう、カナオ。俺が髪飾りをつけたら吉原に潜入した時のスミコみたいになってしまわないかな。あ、何も考えずに蝶の髪飾りを貸すって言っちゃったけど、そうしたら私たちひょっとしてお揃いのアクセサリーをつけることになるんじゃないの？お揃い、炭治郎とお揃い。それにしてもおしゃれの話題なんてやっぱり女の子だな。おしゃれの話以外もしたよ。あのお店のスイーツが美味しいよなんて情報交換したり。うんうん、かわいいな。あのお店のお肉が安いとか、業務用のスーパーのおすすめ商品を教え合ったり。え？あとは100円均一で使えるものについて議論したりもしたかな。そうなんだ。議論って確かに女性らしい話題ではあるけど、禰豆子もカナオも生活能力のレベルが高いんだな。これはそうだな。うん、カナオはいいお嫁さんになれるよ。ええ炭治郎ったら何よ突然。本当だよ、家庭をしっかり支えてくれる奥さんになりそうだ。炭治郎ったら。でも私できるなら炭治郎のお嫁さんになりたいな、なんて。キャー、私ったらなんて厚かましいことを考えているの。お嫁さんか、カナオの花嫁姿綺麗だろうな。そうだ、少しだけ二人が話しているところに俺入らせてもらったね。あ、そうだったね。ごめんな、突然お邪魔して。部屋の前を通りかかった時に二人の声が聞こえたから。やだ、声漏れてた、恥ずかしい。大丈夫だよ。部屋から二人
二人のうーとかやーとかいうような怪しい声が聞こえてきたんだ。何が起きてるのか心配になって思わずドアをノックしたんだけど。二人でヨガにチャレンジしてたんだよね。うん、美容や心の健康にも良いって聞いたことがあるから二人で試しにやってみたの。うーとかはーは二人の独特なヨガの呼吸だったんだ。二人とも極めたらヨガ柱になんてなれるかもな。炭治郎どうしたの？なんでもないよ。頑張れ、目指せヨガ柱。ん？何のことかしら。それにしても充実した時間を過ごせたみたいだね。うん、今度はどこか外でお泊まりするのもいいかもね、なんてお話ししちゃった。それも楽しそうだね。でしょ？そうだ、じゃあ次は炭治郎も一緒に来ない？え、でもそれって女子だけの集まりだろ。俺なんかが混じるのは悪いよ。そんなことないよ。最近の女子会はそれぞれの彼氏にも参加してもらうことがあるそうだよ。ふん、で、彼氏？あ、違うの。今のは参加する男の人の例え話だから。そっか。もう私ったら、うっかり彼氏なんて言葉をくしばしった上に炭治郎は彼氏じゃないって否定するような言い方しちゃったよ。そりゃまだ彼氏じゃないけど。違うの炭治郎、今違うって言ったこともやっぱり違うの。うーん。じゃあお邪魔させてもらおうかな。え？次の二人の女子会にだよ。うん。炭治郎、私が焦ってるから話を進めてくれたんだ。やっぱり炭治郎は優しいな。じゃあ今日はこのくらいで。またね、カナオ。うん、さようなら。炭治郎、私炭治郎と話すたびに炭治郎のことが好きになるよ。やっぱりいつかは彼氏として炭治郎を女子会に誘いたい。炭治郎にふさわしいような女の子になるから、それまでどうか待っててね。ねえ大好きな炭治郎、そのためには己をもっと磨かなきゃ。せっかく禰豆子ちゃんとおしゃれの研究をしたりヨガにチャレンジしたんだから。よし、私頑張る。そうとなったら早速今から急がなきゃ。そうしていつか炭治郎を彼氏として女子会に誘える日が来ますように。炭治郎、今日は楽しかったね。カナオ、今日はありがとう。女子会に参加させてくれて。今日はみんなの彼氏を連れてくるって約束だったから。ああ、しのぶさんは富岡先生を連れてきていたし、みつりさんはイグロ先生と来てくれたね。善逸のやつからはずっと禰豆子とののろけ話を聞かされたな。半分以上妄想だって禰豆子ちゃんから訂正されていたね。ふふ。どうしたかな。あ、うん、まさか本当にこうして炭治郎を彼氏として女子会に誘える日が来るなんてって思ったのかな。ねえ、もしよかったら今度は男子会に私たちを誘ってほしいな。え、それはダメだった？ダメっていうか、ガサツなところを見せて嫌われたりしないかと思って。もう炭治郎ったら。え？私炭治郎のことを嫌いになったりしないよ。そうだから、もっともっと炭治郎のいろんなところを見せてね。嫌いになるどころか、きっともっと炭治郎を好きになるから。最後までご視聴してくださったのですね。嬉しいです。よかったらコメントやいいねもしていってくださいね。チャンネル登録もしてくださるのですか？あらあら、これならまたあなたといつでも会えますね。次の動画もよろしくお願いします。それまでどうかお元気で。